クンゴに文化芸術センターは、マラウイ中部州のデッザの麓にある複合施設である。クンゴに文化芸術センターは、マラウイ文化のユニークな体験を提供する複合施設であり、1976年に宣教師であったバウチャーによって、マラウイの片田舎で安全かつ人を引きつける魅力のあるこの地に設立された。施設内では、猿、蛇、 霊用などの動物の自然生息地を観察することが可能である。また、非営利団体であり、地元の雇用にも貢献しているほか、宿泊施設として、車礼の提供も行っている。訓後には、気候と植生が熱帯に属するために、熱帯植物の観察や、熱帯性気候を体感できるほか、土地の山々をハイキングしたり、マラウイコへも行くことが可能である。また、 この施設は、サリマや、マラウイタウンから容易に足を伸ばせる場所にあり、さらに公共交通機関を利用すれば、マラウイ湖岸のケープマクレーヤへ行くことも可能である。以下、君後に文化芸術センター内の各施設について説明する。車礼ーローテー彫刻センター車礼とは、ヨーロッパのアルプス地方における伝統的な、山小屋風の建築物である。この宿泊施設は、 マラウイ湖が見える丘の上に位置しており、おののが個性的に内装されたバンガローにて20個のベッドを提供している。ナミコクウ側に面した食堂では、現地の食材を用いた様々な地元料理を楽しむことができる。君後に文化芸術センターの中央に位置するこの彫刻センターでは、彫刻家による制作活動や次世代の彫刻家の養成を行っている。また、 適正な価格で彫刻作品を購入することも可能であり、これら作品の売り上げは彫刻家たちが家族を養うための重要な収入源となっている。作品はアートギャラリーで展示されている他に制作依頼も受けたまっている。投資設の彫刻家による作品はマラウイ国内で高い評価を受けているほか、海外ではバチカン美術館やヨーロッパの著名な協会などでも 展示されている。博物館カンバブの建物カンバブの商品一例。この博物館はマラウイの歴史と文化に興味のある人なら誰でも一度は訪れてみるべきである。ここではマラウイに存在する三つの主要な部族、すなわちチェワ族、ムゴニ族、ヤオ族に関する展示を行っている。当展示では、これらの部族の精神的世界を明らかにするほか、博物館の案内人が、 訪問者からの質問に対応してくれる。博物館の見学のほか、文化コースに参加することが可能である。このコースでは、マラウイ文化に対してより深い理解を得ることができる。訓後に文化芸術センターの創設者で、当コースの管理者でもある、カナダ生まれのバウチャーは、マラウイでの生活を40年以上楽しみながら、この地の文化探求の促進と研究者の活動を支援してきた。 様々な部族の伝統的な踊りは観客をアフリカの精神へと魅了する。この公演は観客に強い感銘を与え、またダンサーの持つポジティブなエネルギーを感じさせる。マラウイのダンサーは心から踊りを楽しんでいるため、観客にも自分たちの喜びの気持ちが伝わるのである。カンバブとはこの地方に在住する女性を支援し、 経済的自立の達成を手助けする計画である。具体的には彼女らに地元素材を用いて宝石や便利な装飾品を作成してもらい、これらの商品をセンターで販売することで家庭の生計に必要な収入の増加に貢献するというものである。ありがとうございます。